こんばんは、工藤でございます。4月1日金曜日の夜8時36分でございます。はい、こんばんはでですね。そっか、今日金曜日ですね。今日ね、ちょっといつもよりちょっとリラックスした体勢でちょっと撮らせてもらってます。はい、いつもね結構前のめりになってね収録してるんですけど、今日はなんかなんとなく本当になんとなくなんだけど、普段座ってる椅子に背もたれにもたれかかった状態で、撮ってます。はい、かなりリラックスした状態で撮ってます。リラックスしてるけど、まあ舌は回らないという、はい、感じですけど、はい。そうですね、今日の夜は、まあ、雑談ですかね。はい。まず、今日エイプリルフールなの完全に忘れてて、その4月1日がエイプリルフールだっていうのはもう分かってたんだけど、前から分かってたんだけど、で何かねネタを仕込もうかなとか考えてたんだけど、なんかあれやこれやとちょっとなんか追われるというかね、アニメ見たりゲームしたりで、前日が病院だったんで、ちょっと病院ね行ったりしてるのもあって、完全にエイプリルフールのことを忘れてて、まあ、4月1日だってことは今日の朝のね収録したから、まあ、4月1日だねっていうふうにも言ったし、分かってるはずなんだけど、完全にね4月1日がエイプリルフールの日、エイプリルフールだっていうのをもう完全にもうすっぽ抜けてて、こう結局何にもすることなく普通にね朝何の話したんだっけ、朝はそうだ、クドラジオシーズン3がね、まあ今日の朝から始まったっていう話をして、でリフィル処方箋かなの話もしたりねして、もうエイプリルフールとは何ら関係ない話を、はい、してしまったんですけど、今日のね朝話したクドラジオシーズン3が始まるっていうのはあれは嘘ではありません。勘違いしないでほしいんですけど、あれはエイプリルフールの嘘とかではなくて、はい、普通にシーズン3が、はい、今日の朝から始まって、これ今聞いてもらってるのは2回目だからシーズン3のエピソード2っていう感じだね。はい、でリフィル処方箋に関しても全く嘘はついてないです。はい、その間違った情報とか、なんか勘違いしてることはもしかしたらあるかもしれないけど、基本的に嘘を言ってるつもりはないので、そこは安心してください。はい。というわけで、私今日、エイプリルフールであることを完全に忘れてたんですけど、まあ、ポッドキャストをやってる人間としてそこはどうなんだろうっていうふうにも思ったけどね。何かネタを仕込んだ方がいいんじゃないかなっていう気もね、ちょっとしてたんだけど、どうかなね。別に YouTuber みたいに、私ね、YouTube めっちゃ見るんですけど、もう今日の朝からね、そんなたくさんではなかったけど、まあ、ポツポツと、エイプリルフールの動画が結構上がってて、それで気づいたんだよね。なんか変な、マジでこんなことやんの?と思って、あるとあるね、YouTube の動画で、嘘?アニメか?とか、みたいな感じで見たら、なんか、本当これ?みたいな感じで、そこで気づいたんだよね。自分で、これ本当?って言った時点で、は?と思って。いや、待てよ、今日も、あ、そっか、みたいな感じで。気づいて、で動画の最後に、この動画は4月1日に公開されたものですみたいな感じで出て、はあなるほどみたいな感じで、はい、今日エイプリルフールだってことを思い出しました。はい、
いや本当に完全にすっぽ抜けてたね。はい、まあどうなんだろう、エイプリルフールね。エイプリルフールって午前中だけなんだっけね、確かね。確か厳密に言うと4月1日全体を通して嘘ついてもいいっていうわけじゃなくて、確か午前中だけじゃなかったかな。なんかそんなようなことを聞いたことがあるんだけど、ちょっと確かじゃないので、もしね間違ってたらごめんなさいなんだけど、はい。なので今日は私は一個も嘘ついてません。はい、嘘ついてないです。はい、この話も全然嘘じゃないです。本当にエイプリルフールだってことを本当に忘れてたんで、って感じですね。だからさ、今日そのエイプリルフールだって分かってから、YouTube で公開されてる動画がこれ信じていいのか悪いのかよく分からなくなっちゃってしかも昨日病院行ってて YouTube の動画をちょっとあまり見れなかったので、昨日見れなかった分も全部見ちゃおうと思って一気にこう見てたんですよ。でそれもあって、いろんな情報が出てて、例えばそう、キクアニメの、第5弾の情報が公開されたんですよ。彼岸のオルカっていうねタイトルなんですけど、なんか声優さんこれ誰なんだろうとかね、まあ思ったりはしたんだけど、まあそれに関してはまあまたね別の配信でちゃんと喋ろうとは思うんだけど、まあ、そういったキクアニメ第5弾のお話とか、あとはゆるキャンか、ゆるキャンの映画ね、PV なんかが公開されて、なんかキャンプ場作りやるみたいなね、はい、合言葉は映画館で野外活動なんて感じで動画公開されてたんだけど、そういう動画も一気にこう見たんで、なんかエイプリルフールって気づいてから、え、ちょっと待てよ、さっきの動画あれ嘘もしかしてみたいな感じでなんか分かんなくなっちゃって、はい、ゆるキャンの映画キャンプ場作るのって嘘か本当みたいな感じになったり、キクアニメの第5弾が彼岸のオルカってこれ嘘本当みたいな、ね、感じでエイプリルフールにちょっと振り回されてました。はい、今日エイプリルフールだから嘘あれみたいな、公開日いつになってるみたいな確認して、あ、これ昨日公開された動画じゃんみたいなっていう感じで確認して、あ、本当なんだとか、あ、これ今日だから嘘だわみたいなって感じで本当に振り回されてましたね、今日は午前中。はい、っていうような感じですね。で今日の午後は昨日アニメ見れなかったんで、そのアニメを見たりとか、ピチピチピッチもねちょっと昨日見れなかったんで、それをこう見たりして、あとは夕方に鋼の錬金術師のスマホゲーム、鋼の錬金術師モバイルの配信の2回目をやったりとかして、今日は過ごしてた感じですね。はい、いやーなんか本当に4月が始まって、なんか気づいたら春休み終わっちゃうなと思って一応ですね、私の春休みというか、私の今勤めてる、お仕事の4月の一番最初の出勤がですね、4月の18からなんですよ。私基本的に月曜日と火曜日が仕事、それ以外の曜日も仕事がある時もあるんですけど、基本的には月火が仕事なんで、で4月の最初の出勤が4月の18日になります。はい、それはでもあくまでそのなんていうのかな、本来の、本来の出勤日っていうのかな、なんていうのかな、これまでの、難しいな、どう言えばいいのかな、一応4月18日勤務ってことになってるんだけど、だからそこまで4月17日前日、4月17日まで一応春休みという形にはなるんだけど、じゃあ来週再来週は仕事がないのかっていうと、別にそういうわけではありません。
はい、まあさっき言ったように4月18日が、まあ、本来の、まあ、出勤日ではあるんだけど、来週再来週はですね、ちょっとまた別のお仕事が、別の仕事っていうとあれだけど、まあ、同じ学校のお仕事で、別の業務っていうのかな、うん、がちょっと、はい、来週再来週入っています。はい、なのでちょっと来週再来週は、まあ、春休みっていう感じとまたちょっと違うんでね、春休みではあるんだけど、一応仕事がね、はい、数日間入ってますので、まあ実質春休みはもう3日で終わりみたいなもんかな、4日くらいで終わりかな、うん、はい。来週はですね、5、6が勤務、再来週は11、12が勤務なんですよ。はい、なので、まあ、実質4日までが春休みみたいなもんですかね。うん。ってなことを考えてて、そしたらっていうか、それで、あれ、そういえば、俺、春休みの時に、アニメ見る、ゲームする、あと、プログラミング勉強するとか、あと掃除するって話をしてたんですよ、くだらじでね。宣言した気がするんだけど、ですね、まあ、アニメとゲームはまあ毎日ね、まあ、見たりやったりしてるんで、もう何の問題もないんだけど、うん、問題はその後の2つ、プログラミングをやるっていうのと掃除をするっていうやつ。まずプログラミングに関して、プログラミングに関してなんだけど、まあ、この雑談のような配信で言うのもあれなんだけど、実はプログラミングの求人に関してはちょっとね、見送りにしようかなと思ってて、あれからね全然課題に手をつけてないんですよ。うん、まあいろいろ理由はあるんだけど、なんかやってて、まあなんていうのかな、チュートリアルやってみて、まあ、できないわけではないんだけど、なんかあれ楽しくないなってなって、まあそういう理由でやめるのはどうかと思うんだけど、自分でもねちょっとどうかと思ったんだけど、まあ楽しくないけどとりあえずやってみてもいいかなと思ったんだけど、まあ、またちょっと別の理由もねあって、なんかねどうやらその私が応募した求人があるんですけど、そのプログラムのねあるんですけど、その求人に何ていうのかな、めちゃくちゃ応募してる人がね、私の他にもたくさんいるんですよ。うん。で、それなんでわかるかっていうと、その求人ですね、応募します。で、応募すると、専用の、ディスコードのサーバーに、参加するように求められるんですね。はい。で、参加すると、その、専用のそのチャンネルだったかな、のところにこう挨拶してくださいっていう風に、まあ、指示があるので、もう私もやったんですけど、はい、だからそのディスコードのサーバーに入ってると、その同じね求人で応募してきた人っていうのがどれぐらいいるのかっていうのが分かるんですよ。そのディスコードのサーバーに入ってきたってことは、まあ、私と同じ求人を見て同じように応募してきた人がいるんだなって分かるん で、その中で要は与えられた課題についてこう教えてもらったり、まあ、報告したりとかっていうのをやったりするんだけど、でみんなやるわけですよ。でもうやるんだけど、もうその間にもねどんどん新しい人がねこうポン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 入ってきて、でなんかいろいろやり取りやってるんですけど、なんかねそれ見てて、あれこれなんか採用 なんかさなんていうのかな、こんなに人たくさんいるんだったら、なんかわざわざ私がやらなくてもいいんじゃないかなとか、これ課題を終えたところで、まあ課題を終えたら合格っていうか、その採用っていうわけじゃなくて、その後面接とかもあったりするんですけど、だからなんかこの課題をやったからといって、なんかこれだけ人がいるんだったら、まあ、採用されないんじゃないかなとか、なんか私がこの仕事をやる必要ないんじゃないかなっていう気もしてて、うん、
なんかね、その人数を限定してる感じじゃないんだよね。よくわかんないんだけど、どん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 人入ってくるから、 この会社大丈夫かなって、どういう意図でそういうふうにいっぱいこうそのディスコードのサーバーに参加させてるのかがよくわからなくて、うん、なんかとりあえずそのディスコードのサーバーにたくさん人を入れてそこから採用していく形にしてんのかわかんなくて、なんかちょっとうーんって思う部分がいろいろ出てきて、ちょっとこういいかなってなってきてうん、それでちょっとこうプログラミングからねまた距離を置いて、まあ今に至るっていう感じです。はい、うん、なかなか難しいね。うん、はい、まあ、そんな感じでプログラミングは結局、まあ、春休み中ねちょっとだけ最初の頃やってたんだけど、まあ、あれからは全然やってないっていう感じで、まあ、求人の方もちょっと見送りにしようかなって、はい、思っている次第でございます。はい、で、最後の一つ掃除ですよね。まあ、これに関してはやれよっていう感じなんだけど、実はまだやってないんですよ。3月中にやろうかなとかね思ってたんだけど結局やってないっていうね。どうすっかな掃除。もう来週からね普通にだから仕事がまあ始まるようなもんなんで、もちろんそのフルタイムで働いてるわけじゃないし、週に2回しか働いてないんでね、見ても普通に皆さん働いてる皆さんと比べたら明らかに時間はあるんだけど、まあどっかでやっぱ見つけてやるしかないのかな。めんどくせえな。すっごい汚いわけじゃないんだけど、その物が散らかってるとかね、そういうわけじゃないんだけど、結構その書類というか郵便物で届いたものとか、あと病院でもらってきたそのなんだ、なんか領収書とかさ、薬の説明書とかさ あるんだけど、そういうのがちょっと溜まってるんで、その辺を、まあ、処分しないとなーっていう感じです。はい、めんどくさいな。そのね、ちゃんとその紙がゴミって分かった時点で毎回毎回処分しておけば、まあ、こんなことにはならないんだけど、まあ、ちょっと溜めてしまったものは溜めてしまったものなんで、まあ、やらなきゃいけないですよね。はい、いつやるか。こういうのはね多分ねパッて決めてもうその日にやるって決めちゃった方が早いと思うんだけどね。いつがいいかな。5、6はね仕事なんですよ。明日なんかあるかな。用事でもほとんどないんだけどね私用事といっても病院行くことぐらいしかね用事ないんだけど、うん、基本的に毎日暇なんですけど、そうだね、なんかそのさっきのそのプログラミングの話もあるけど、その仕事のねところがちょっともう一段落、その一段落というか採用されたりして、こう落ち着いたらやろうかなみたいな感じで思ってたんで掃除をね。なんだけどその結局プログラミングは見送ろうかなっていうふうにもなってて、それでなんか一緒に掃除もなんかこうなーなーになっちゃっててって感じですね。どうすっかな。まあそうだな、5、6仕事だから4日とかにやればいいんかな。まあ、とりあえずあの、まあ、今日ねちょっと忙しかったんですよ。その忙しかったって言っても、まあ皆さんの思う忙しかったとはちょっと違うんだけどね、まあ溜まってるこう YouTube 動画とかアニメとかを見なきゃいけないっていう、ね、ことだったんで、まあそれやったりとか、あとねクドラジャーシーズン3からあの YouTube に投稿する動画の方のそのビジュアル面のところをちょっと改善して、
ちょっとあまり まだね満足いくものにはなってないんだけど、まあまた今回この配信からね、ちょっとまた少しビジュアルが変わったりしてるんで、まあ、そこをちょっとこういろいろいじったりしてとかね、やったりしてました。はい、まあ、あとはそのゲーム配信やったりとか、うん、してるので、そのサムネを作ったりとかっていうのもやってましたね。うん、まあなので、まあ明日は比較的暇かな。明日はさ、じゃあサタデーか、サタデーアニメがそんなに入らなければ、まあ多分できそうかな。うん、まあ掃除って言ってもね、まあ、言ってもそんな広い部屋じゃないから、まあ1時間くらいあればね、パパってやれば終わると思うんだけどね。うん、明日ちょっと時間あればやろうかな。うん、やります、明日。いや、まあどうしようちょっと待ってあ、でも日曜日はダメなの。日曜日はね結構アニメ入るんで、うん、最終回のアニメが結構入ると思うんで、明日多分ね、すいません、あ、そっか、あれだ、土曜日ね、高木さん入ってたけど、高木さん最終回で終わったから、明日見るアニメはスローループくらいか、多分最終回ですね。と、まあ毎日見なきゃいけないピチピチピチぐらいなんで、そうだね、明日行けるな。よし、明日やろう。うん、明日、まあ午前中か午後かはちょっと分かりませんけど、いや午前中がいいか。朝起きて、スローループとピチピチピチ見たら掃除しよう。掃除ね。うん、まあ、ね、主なやることは書類の整理、まあ、整理というか処分、いらない書類をとにかくもうバーって出して、それを捨てるっていう作業ですね。はい、まあ、掃除機も余裕があればかけようかな。うん、ちょっとねパソコンの周りとかちょっと埃溜まってきたんで、うん、まあ、そんな感じで明日は掃除します。はい、多分できるはずうん、明日は本当にアニメ少ないし大丈夫なはずだな。寝坊とか、なんかすごい体調が悪いとかでなければ多分できます。はい、というわけで、結局今日のこの配信は何だったんだろうか、何の配信だったのかはちょっと分かんなくなっちゃったけど、うん、はい、もう特に何のネタってわけでもないんですけど、私のなんかエイプリルフール忘れてたっていう話と、春休みの話なんだ、春休みしたことと残りの春休みどう過ごすかの話って感じかな。はい、でした。はい、というわけで、じゃあ今回はここまでにしたいと思います。明日掃除頑張ります。はい、それではまた次の配信でお会いしましょう。バイバイ。